スノーマンは独立しない、メグロレンラウールの決定的証拠佐久間大介、渡辺翔太、安倍良平は意外な場所に個人事務所設立2023年11月スノーマンの事件簿。芸能情報から独自のインタビュー記事までその中でピンとくるちょっと気になるニュースにズバッと切り込む本サイト。今回は2023年11月配信の人気記事をプレイバック。 スノーマンの事件簿を振り返り。スノーマンの安倍良平29がスマイルアップと同じ東京、赤坂の住所に個人事務所を設立していることが明らかになった。スノーマンは佐久間大三31、渡辺翔太31も個人事務所の設立が11月以降立て続けに確認されたばかりで、個人事務所の設立安倍さんの個人事務所の社名は、 株式会社アストロレーブラボ、アストロラーベラボ。11月14日に設立され、代表取締役は安倍さん本人。資本金は500万円、発行済み株式の総数は100株。目的欄には、マネジメント業務全合に付帯する一切の事業という記載があり、完全に安倍さん個人の芸能プロダクションという役割の会社ですね。ちなみに、 社名のアストロラーベフは天文学者や航海士が、太陽恒星惑星の位置を測定する天文機器からだというのが有力です。ワイドショー関係者。スノーマンは佐久間が11月7日に個人事務所、ハレノート株式会社、渡辺が11月10日に個人事務所、株式会社 W をそれぞれ設立。代表取締役はそれぞれ本人が、資本金、発行済み株式の総数、 目的欄の内容は、安倍のアストロラー・ベラボと同じ。本店住所も、やはり旧ジャニーズ事務所と同じ場所に登録されている。相次ぐ個人事務所設立には、スノーマンの皆さんは訴訟を設立するのということは社長9人くってこと。いつか9人全員になるのかなみんなどんな名前にするんだろうあら。といった声も多く寄せられている。 ラウール、20、は今回の設立ラッシュより前の2021年に、目的欄が、歌手、俳優、モデル、ダンサー等の育成及びマネジメントと記載された個人事務所を設立していることが報じられており、これでメンバー9人中4人が個人事務所を設立していることが明らかになっている。旧ジャニーズ事務所は、希望するタレントとエージェント契約を結ぶ新事務所が発表されています。 スノーマンのメンバーは小野踊り事故人事務所を作って、新会社とエージェント契約を結んで活動を続けるということでしょう。まだ個人事務所設立が明らかとなっていない目黒連さん、26、宮立良太さん、30、岩本光さん、30、向井康二さん、29、深澤達也さん、31の5人も個人事務所を設立し、 同時用に旧ジャニーズの本社と同時住所に本店を置くのでは、と期待するファンも多い。もっとも、節税対策でタレントが個人事務所を設立するケースは珍しくないので、すでに設立済みな可能性もあるでしょう。前室のワイドショー関係者。個人事務所の、旧ジャニーズと同じ住所に置かなくても問題はないだろう。そのため、すでに作っていて本店住所が別のところという可能性もある。 そんな、スノーマンの個人事務所設立ラッシュに関しては、こんな声も。会社名のセンスに期待する声も多いんです。安倍さんのアストロラーベは天文機器の名前であると同時に、安倍とのダブルミーニングでは、という声もありますし、渡辺さんの W はさっと名字の渡辺からつけた感じらしい、という声も多い。SNS では、 メグロさんを筆頭にメンバーの個人事務所の名前に関して、大喜利のノリで盛り上がっています。全道、SnowMan ンメンバーの個人事務所名で大喜利、メグロはザリガニが大好きなことで有名なため、メメんが個人事務所を設立するとして社名を考えたときに、ザリガニだったらどうしようとかアホなことを考えてしまった。株式会社ザリガニとかにしてたらどうしよう。などなど、メグロの個人事務所名を、 株式会社ザリガニワークスとかどうすかダメですかだて様ま宮立は株式会社レインボーロー,ローズ1でお願いいたしますシワピーの個人事務所名が株式会社 W なら個人事務所名はきっと株式会社数にかな岩本光が個人事務所ショコラオレとかチョコアイス3とかで作ったらどうしよう 1>, 1、宮舘のペットの赤成インコの名前から。2、向井はダイアン・津田敦弘のおーを差し上げます。を披露することが多いから。3、岩本はチョコレートが大好物だから。といった、メンバーの人物像にちなんだ社名大喜利が、多く寄せられている。深澤は収集癖があり、貯金が少ないことを公言しているため、復活とか設立する資本金ちゃんと残ってる、と。 名前以前のところで心配されてしまっている。まだ個人事務所が確認されていないメンバーが、実際はすでに旧ジャニーズ本社と違う場所に設立はゼロではありません。しかし、ジャニー北川、去年87、の騒動後のこの11月に、佐久間さん、渡辺さん、安倍さんの3社が旧ジャニーズと同じ住所に個人事務所を構えた事実は大きい。 旧ジャニーズ本社と同じこのタイミングで個人事務所を作ったタレントが今後退所するわけはないでしょうからね。やはり彼らは新会社と契約し、新会社ともに今後も歩む決意を固めたのでしょうね。全室のワイドショー関係者。残るメンバーにもそれぞれ個性が出るかもしれないスノーマン。今後も9人は欠けることなく、新会社を支えていくのだろう。 2023年11月17日公開、ジャニー北川氏、去年87、の加害問題をめげまのりゆき、57、に代わって新しく設立されるエージェント会社の社長に就任すると報じられている福田敦志氏、58、が旧ジャニーズ事務所の社員集会に出席し、挨拶してエディアが報じた。福田氏は、女優のノン、本名、ノーネンレナ30、 がエージェンンント契約を結んでいるコンサルティング会社スピーディの代表取締役を務め、ハリウッド式のエージェント契約を推進してきた人物。そんな福田氏は11月9日、事務所内の一室に集まった社員を前に15分ほどスピーチ。副社長となる井原義彦、47、が同席した。就任の挨拶や抱負などを述べた後、 信じてついてこい頑張ろうなどの力強い言葉を連発。この事務所にはまだまだ可能性があると語りかけて、社員の士気を高めたとされる。そんな中で、一部で、新会社の社名が、ハレノート株式会社になるのではないかと話題になっていますね、芸能プロ関係者。ある X、ツイッター、アカウントが11月13日に、 13分の1 1級ジャニーズ事務所と同住所に会社名称は、ハレノート株式会社で決定かとポスト。これを受け。ハレノート、もうジャニーズ以外、しっくり来ることないよね。もしハレノートが新会社の名前だったとしても、エージェント契約なんだから今までみたいにいちいち会社名言わない。ハレノート株式会社。ダサい。うさジャニーズに戻そうよ。 といったコメントが寄せられた。ハレノート株式会社で決定かとポストしたアカウントも、誤報だと認めましたが、ハレノートは新会社の社名ではありません。というのも、同社はスノーマンの佐久間大介さん、31位が立ち上げた個人事務所なんです。ハレノートの本店住所は東京、赤坂の旧ジャニーズ事務所と同じ。 だから新たにできるエージェント会社なのではと勘違いする人もいたのでしょうね。前室の芸能プロ関係者。